はようございます。今日は木曜日の動画、有酸素運動をやっていこうと思います。で、今日もですね、前回と同じですね、3種目やります。1種目目20秒、10秒休憩して、2種目目20秒、10秒休憩して、3種目目20秒っていう感じで、進んでいきますので、これを丸々3セット、やります。簡単な動きなので、一緒にね、真似をしつつ、約4分間一緒に動いていきましょう。それではまず動きの説明を簡単にしていきます。1個目はですね、背伸びをして、背伸びをしたら膝を斜めに膝を上げる、斜めに膝を上げる。これを交互に繰り返します。ギュッギュッギュッ。その時に上半身をですね、膝を出す方向とは逆にひねる。はい、これだけです。で、まずは右を20秒いきます。キュンってやったら、トン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 、ここに上半身をつける。キュッタントン、キュッタントントン、グッ。はい、そうするとこのお腹のねじれを感じられると思います。しっかりと上半身を使って上体をねじってみてください。これ右20秒やったら、次左を20秒、グッドントン、グッドントン。はい、このバランスを取ることも難しいと思うので、最初なんかこうわからないなと思いながらやることになると思いますが、こういうのも動きに慣れてくるとね、どんどんできるようになるので、まずはね、この動きに慣れない状態で一緒に一度やってみてください。これで右左やったら、最後は手をここについて、ここから足を伸ばして戻す。はい、これです。はい、この動き、この3種目です。まずは立った状態でしっかりと上体を安定させた状況でひねりにいくというものから始めていきましょう。それでは大丈夫でしょうか。行ってみますよ。20秒だけなんで、ふい。では右足からいきましょうか。レディー、ゴー。よし、軽く腕を振りながら走ります。さあ反対、よし、OK。よし、さあ、いきます。右足から OK。 さあ、だいぶ息が上がってきましたね。よし、左に、
よいしょ。さあ2セット目出すと、さあラストセットです。よし行きましょう。さあ、あと2つ。ラストです。シゴン、よっしゃ。はい、お疲れ様でした。いかがでしょうか。だいぶしっかりとひねれてたりとかすれば、このお腹周りもきつくなることが感じられると思うんですけれども、最初はなんとなくね、動きも分かんないし見よう見まねになっちゃうと思うんで、疲れ方がそこまでではないなって思う方がいるかもしれないんですけど、こういうのはどん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 動きに慣れてくることによって、こういう風にすればきついんだなとか、あとはもうちょっと早くできるなとか、そういったことが分かってくると思うんですね。そうすると、自分をもっともっとこう追い込めるというか、自分をこうどん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 前に進めていけるようになるので、そうするとどんどんね、息も上がってくるし、あ、きついなっていう感覚も、強くなってくると思いますので、ぜひ繰り返しやってみてほしいなと思います。はい、では一緒にやっていただいてありがとうございます。そしていつもね、やったよとか、動画を撮ってくれたりとか、 Twitter とか Instagram でシェアしてくれたり、コメントをくださったり、ありがとうございます。基本的にはこう毎日ね、あげるようにしているので、そういった一つ一つのですね、レスポンスがすごく、よし明日もやろうって思わせてくれるので、本当にいつも感謝しております。いろいろね、自分自体の状況っていうのは変わったりとかも、していろんな新しいチャレンジをしていくんですけれども、そのチャレンジについてもこの YouTube っていうのをね、ホームとして発信していこうと思ってますし、このそれとは別個でこの緊急事態宣言中の毎日の動画っていうのは続けていこうと思っているので、ぜひ自粛で家にいるとか時間があるっていう方は4分だけなんでね、一緒にやってみてほしいなと思います。一人でも多くの方が、この自粛を運動不足なく乗り越えたって言っていただけるように、僕たちも全力で努めていきますので、日々やることをね、続けていただければと思います。それでは今日も笑顔で乗り越えていきましょう。また明日。